小技につなぐのもありです。ちょっと忙しいですが空中途中止めの急降下で地上コンボにつなげる手もあります。実はコンボと単発止めで相手の吹っ飛ばしが変わっていることがあります。これは横強攻撃コンボ一発目に注目してください。相手が吹っ飛ばないですよね。これは単発止め、相手が吹っ飛ぶ、威力も異なります。3連コンボ以外の技をご紹介します。まず上強攻撃、攻撃時間が長く連続ヒットします。見た目通り対空に使ってもいいですが近ければ地上の相手を巻き込みます。また相手の蓄積ダメージが低ければ追撃を加えることができるかも。下強攻撃、隙は弱攻撃単発より少ないぐらいで使いやすいと思います。そしてこの浮かせて引き寄せられるような軌跡を見れば使いどころはなんとなくわかるはず。先ほどの上強攻撃などコンボの起点になります。空中コンボなども通りやすいです。横スマッシュ攻撃、大きく振りかぶってから打撃する技で普通に使う上では撃墜の主力技。空の特徴から持続は少し長めかも。上スマッシュ攻撃、キーブレードから放つフラッシュで攻撃する技。隙の大きさから対空攻撃に使いにくいところもありますが攻撃範囲は意外と広いです。中心で当てるようにした方がわずかに大きめに吹っ飛ばすほか結果的に相手がかわしにくくもなります。先ほどの下強攻撃と組み合わせるのも良いかも。下スマッシュ攻撃、小ジャンプから下突きをする技。ジャンプするので足元の攻撃を避けつつ攻撃することができます。また衝撃波を含む攻撃範囲は割と広めです。